皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくり王夢だにょん。サバロックチャンネルへようこそ。今回は、WRC ニュース2024、第13戦、フォーラム8ラリージャパンです。前回同様、データは動画作成時点のものとなりますので、後日変動がある場合があるのでご理解ください。変動があったら、コメントや概要欄、次の動画などでお知らせするにょん。今年もプレイ映像ではなく、現地での写真を使いながらのニュースとなっているぜ。ここで一つ注意点を。例年通り、SS および SSS の映像の著作権は FIA にありますので、当チャンネルでは写真のみを使用しております。映像が使用できるのは、許可されたメディアや競技関係者のみです。無許可で SNS などに投稿すると著作権違反となりますのでご注意ください。リーグやサービスなど競技中以外の動画については問題ないらしいにょん。昨年と同じように番号を割り振っておきますので、画像データをご希望の方は、お気軽にコメント、もしくは X、Instagram でリクエストしてください。お気に入りの1枚を見つけてほしいにょん。それじゃあ、ゆっくりしていってね。待ちに待った、3回目のラリージャパン観戦だったわね。昨年より一周遅い開催だったから寒さを心配していたが、意外とそこまで冷え込まなくて助かったぜ。昨年みたいに雪が降る、なんてこともなかったにょん。昨年、一昨年とどこかで雨に打たれてびしょ濡れになってたけど、3回目にして全部が観戦日和で、天候には恵まれたわね。今年もね、いっぱい楽しんできたにょん。今回のエントリーは、逆転でマニュファクチャラー優勝を狙うトヨタから、エヴァンス、勝田選手、オジェの3台がエントリー。ロバンペラは、今年はお休みだったのよね。ドライバー、マニュファクチャラーのダブルタイトルが間近のロンデからは、ヌービル、タナック、ミケルセンがエントリー。昨年はラリー2だったミケルセンが、ラリー1で見れるのは嬉しかったにょん。フォードからはフルモートニュンスターの2台がエントリー。ニュンスターもラリー2から上がってきて、貫禄がついてきていたわね。WRC2 は、この最終戦でチャンピオンを狙うとやり。2位以上ならオリバーを抜いてチャンピオン確定だったのよね。イニシャル D 大好きでおなじみのグリア人が、シトロエンのマシンを、白黒ツートンカラーの藤原豆腐店仕様にして参戦。これが死体がためにプライベーターで参戦するという、気合の入り具合だったにょん。そして国内からは、今年から GR ヤリスラリー2に乗っている、勝田紀彦選手、平木小原来年選手、ヌタハラ文雄選手に、シコダファビアで今年の全日本チャンピオンとなった、新井博樹選手に、シトロエン C3 の今井聡選手と、多くのドライバーが WRC2 でエントリー。日本のトップドライバーと世界の強豪とのバトルが見られるこのクラスが、今回一番の注目だったかもしれないわね。チャレンジプログラム日生の山本選手、小暮選手も GR ヤリスラリー2でエントリー。昨年サービスでお会いした時に話していた通りに、ラリー2で母国凱旋してくれたにょん。国内クラスは昨年優勝の新海選手、準優勝の村田選手、スバルの荒井俊博選手に加えて、1994年の WRC チャンピオン、ディディエ・オリオールが、GR ヤリスでサプライズ参戦。スーパーレジェンドの参戦にびっくりしたにょん。オリオールの参戦で、国内クラスも一気に注目度が上がった感じだったわね。ラリージャパン最小マシンのダイハツコペンが、今回は 770cc に5アップ、サイズも片側 40mm のワイド化で、軽自動車の枠を超えた進化での挑戦となったな。ワイドフェンダーのコペン、かっこよかったにょん。それじゃあ日程のおさらい行きましょうか。ラリージャパンは11月21日開催。初日は SS1 のみ、2日目は SS2 から SS9、3日目は SS10 から SS16、最終日は SS17 から SS21 となっているぞ。日本だから時差はもちろんゼロだにょん。初日のオープン主は、日付が変わると同時にスタジアム前で待機。まだ誰もいなかったにょん。次の人が来たのは4時くらいだったわね。11時オープンだから、それでも早すぎるくらいだにょん。そんなオープン主の話は置いといて、ラリージャパンは無事開幕。午前中は倉賀池でシェイクダウン、夕方からトヨタスタジアムでセレモニアルスタートと SS1 が行われ、フルモーがトップタイムをマーク。勝田選手が3位につけて、まずは順調なスタートとなったな。初日は首位フルモー、2位タナック、3位勝田選手、4位エヴァンス、5位は同タイムでヌービルとオジェ、7位ニュンスターで終えたわね。トップの4人は1秒以内差の接戦だったにょん。豊田市と岡崎市で行われた2日目最初の SS には、ヌービルがトップタイムをマーク。
ここでは、オジェが 11.7 キロ地点でパンクに見舞われ、タイヤ交換で2分のロス、勝田選手もスローパンクで1分以上をロスし、ミケルセンはコースオフで10秒ほどのロスと、波乱のスタートとなったな。さすがジャパン屈指の難所、池上だにょん。次の SS さんは、巻き返しを図るオジェがトップタイムをマーク、エヴァンスが2番手タイムで流れをトヨタに引き戻し、次の SS4 は、全日本ラリーが開催されていたことでも有名な新城で、エヴァンスがトップタイムをマークし、首位に浮上。一方、ヌービルはマシントラブルでスローダウン、原因が究明できず、ここから大幅にタイムを落とすこととなったんだ。ほぼ確実と思われていたチャンピオンにも黄色信号がついてしまったわね。2本目の伊勢神となった SS5 はタナックがトップタイムをマークし首位を奪還。しかし、チームメイトのミケルセンがぬかるんだ路面でブレーキミス、立ち木に激突してコースを塞ぎ、赤旗ストップに。今年も伊勢神でクラッシュ。ヌービルもトラブルを抱えている状態だったから、ここでミケルセンの脱落は、ヒョンデにとってかなりの痛手だったわね。次の SS6 はタナック、SS7 はエヴァンスがトップタイムと首位争いが続き、今回ナイトステージの SSS となった、岡崎中央総合公園の SS8 と9は、勝田選手が連続トップタイムをマーク。SS9 はフルモーとエヴァンスも同タイムで3人がトップタイムだったが、3位のフルモーに対して 0.1 秒差まで迫った勝田選手の活躍で、会場は大いに盛り上がっていたみたいだぞ。ついに勝田選手の表彰台が見えてきたわね。2日目は首位タナック、2位エヴァンス、3位フルモー、4位勝田選手、5位オチェ、6位ミョンスター、7位グリア人で終えたニョン。この日のウプ主はスタジアムを満喫。憧れだった小林カムイ選手にサインとツーショット撮影をいただき感動。加工にします。でもランは昨年と同じく、日野レンジャーの菅原選手、三菱トライトンの田口選手、三菱デリカの小出選手、トヨタランドクルーザーの三浦選手、レジェンドのユハカンクネンがトヨタセリカ SK185 に乗り、全日本でハイエースに乗る北見選手がノアラリー使用車で登場。さらには今年もリゾーチャレンジカップで戦った大竹選手が、GR ヤリス GR4 で素晴らしいデモランを見せてくれたわね。その大竹選手の同乗走行に、一緒にスタジアムに行ったジロ吉主のお子様が見事当選。羨ましい経験をしていたにょん。SS はなかったけど、その分チケットも安かったし、デモランも楽しめて、お祭り気分で充実した一日だったわね。そして3日目は、岐阜県の恵那市や中津川市を中心に行われ、最初の SS10 は、エヴァンスがトップタイムをマーク、首位タナックとの差を3秒ほど縮め、次の SS11 は、マシントラブルから復活したヌービルがトップタイムをマーク、15位まで落としていた順位を少しずつ上げていく様子を見せたぞ。ここからがヌービルらしさが出てくるところよね。午前最後の SS12 は、勝田選手が落ち葉に乗ってスピン、大きなダメージはなかったが、オジェに抜かれて5位に後退。一瞬ヒヤッとしたけど、問題なく走り続けられてよかったわ。その後、フルモーがスタートした後に一般車両がコース内に侵入、次にスタートするエヴァンスの前に立ちふさがり妨害。今大会最大の問題となってしまったな。検問を突破するなんて悪質で非常に危険だし、わざとキャンセルにするなんてラリーに関わっている人たちやファンに対してひどすぎる行為だわ。リエゾンも別ルートになってしまって、待っていた人たちがかわいそうだったにょん。次の SS13 は、タナックがトップタイムをマーク、2番手タイムのオジェが、フルモーを抜いて3位に浮上。SS14 は、オジェとヌービルが同タイムでトップタイムをマーク、勝田選手が3番手タイムで続き。勝田選手は、4位のフルモーに 0.2 秒差まで迫り、再び4位浮上の兆しが見えてきていたな。3、4、5位は変動が多かったわね。次の SS15 は、午前にキャンセルとなった SS12 と同じエナだったが、無事に SS は行われ、オジェが連続でトップタイムをマーク。もしかしたら午後も中止になるかもって言われていたから、無事に行われてよかったわ。そして最後の SS16 はトヨタスタジアムで行われ、首位のタナックがトップタイムで締めくくったぞ。3日目は首位タナック、2位エヴァンス、3位オジェ、4位フルモー、5位勝田選手、6位ミョンスター、7位ヌービル、8位グリア人で終えたわね。ラリーはここで一区切りとなり、トップ10には土曜日までのポイントが与えられることとなるぞ。ヌービルが7位まで浮上して、土曜日ポイントを獲得したわね。荒井博樹選手がクラス3位、総合10位の活躍だにょん。3日目のウプ主は初のリエゾン観戦に挑戦。トヨタスタジアムからカンパチインターに向かう途中にある、歩道橋の上から見ていましたが、ほとんどの選手が手を振ってくれることに感動していました。朝の寒い中なのに、窓を開けて手を振ってくれる選手も多かったにょん。
意外と速度があって、写真はほぼ失敗したけどな。記録には残せませんでしたが、記憶にはしっかりと残っております。最終日最初の SS17 は、首位を走っていたタナックが、残り1キロの地点で泥に乗ってクラッシュ、ピッチに転落してまさかのリタイア。2日目、3日目と首位を守っていただけに衝撃のニュースだったわね。ちなみに小腹来年も同じ場所でクラッシュして転落、タナックのマシンに突っ込んでしまっていたな。リタイアは残念だったけど、4人とも無事でよかったわ。タナックのリタイアにより、ヌービルのチャンピオンが確定。チームメイトの不幸に複雑な表情を浮かべながらも、コドライバーのイダグと、喜びを分かち合っているシーンも見られたぞ。ロンデのサービスでもお祝いムードになっていたにょん。とはいえ、マニュファクチャラーの方は、暫定のポイントでトヨタが逆転となって、一気に厳しくなってしまったけどね。順位の方は、首位エヴァンス、2位オジェでトヨタのワンツー体制となったにょん。次の SS18 は、チャンピオンの決まったヌービルがトップタイムをマーク、ミケルセンが2番手タイムに続き、ロンデの猛追がスタート。失ったタナックのポイントの分まで猛プッシュする感じとなったわね。次の SS19 は、オジェとヌービルが同タイムでトップタイム、ミケルセンが3番手タイムで、ロンデがサンデーポイントのワンツーをキープ。スタジアムに戻って行われた SS20 は、勝田選手がトップタイムをマーク、大観衆の声援に素敵な笑顔を見せてくれていたぞ。やっぱりホームの力ってすごいわよね。そして最終パワーステージの SS21、ここまでの計算でトヨタとロンデは同ポイントで並び、パワーステージのポイントで全てが決まるという展開に。こんなにドラマチックな展開が待ち受けてるなんて思っても見なかったわ。パワーステージはオジェが制し、ヌービル、エヴァンス、勝田選手、ミケルセンと続き、わずか3ポイント差でトヨタが逆転し、マニュファクチャラーズチャンピオンとなったんだ。おめでとうございます。そして最終結果はエヴァンスが2年連続で優勝を飾り、オジェが2位で、トヨタのワンツーフィニッシュとなったぞ。おめでとうございます。3位のフルモーは、今年5度目の表彰台獲得となったな。おめでとうございます。4位となった勝田選手は、絶対完走のオーダーを受けていて、相当なプレッシャーとの戦いだったことを明かしていたな。フル参戦どころか、シートを失うかもしれない戦いだったと聞いて、完走できて本当に良かったと思ったわ。WRC2 は、序盤から首位を独走したグリア人が見事優勝。藤原トーク天候はどこに行っても大人気だったわね。2位以上完走がチャンピオンへの絶対条件だったパヤリは、手堅くポジションを守りきり、見事ミッション達成し、WRC2 チャンピオン、そして WRC2 チャレンジャーチャンピオンと、ダブルタイトル獲得となったぞ。おめでとうございます。GR ヤリスラリー2投入初年度に、見事栄光をもたらしてくれたわね。そして全日本チャンピオンの荒井博樹選手が3位に入り、WRC2 クラスの表彰台を獲得したぞ。おめでとうございます。片落ちのファビアで多くのトラブルを抱えながらも見事に完走して、今年も世界に速さをアピールしてくれたわね。国内クラスは、ディディエ・オリオールが2分以上の大差をつけて優勝、WRC チャンピオンから30周年をクラス優勝で飾ったぞ。おめでとうございます。慣れない右ハンドルなど、不利な部分もある中で、素晴らしい走りだったわね。さすがレジェンドドライバーだにょん。そしてウプ主が個人スポンサーとして応援している、ウェルパインの村田選手が2年連続2位、3年連続で表彰台獲得を果たしたぞ。おめでとうございます。総合では及ばなかったけど、3日目のスタジアムでのオリオールとの直接対決で、村田選手が勝ったのは、とっても興奮したわ。2024年最終戦、ラリージャパンの順位、ポイントはこんな感じで。最終的な年間ランキング、ポイントはこんな感じとなったぞ。改めて、ヌービル選手、ウィダグ選手、チャンピオンおめでとうございます。優勝した初戦のモンテカルロでは、土曜日、日曜日、パワーステージすべて首位で、今年唯一のフルポイントを獲得したドライバーであり、不利な先頭スタートが多かったにもかかわらず、すべてのイベントでポイントを獲得し続けて、今回も、マシントラブルで15位まで落としながらも、最終的には6位でフィニッシュ、ポイントは3番目に多い17ポイントを獲得。まさにチャンピオンにふさわしい戦績となったな。序盤はかなり順位を落としていても、後半に必ず巻き返してくる強さを何度も見せつけられたわね。そしてマニュファクチャラーは先ほども言った通り、トヨタが見事逆転優勝。おめでとうございます。アクロポリスの時には35ポイント差まで開いていたのに、よく逆転してくれたわね。最後の最後までドラマチックな展開だったにょん。さて、これで今年全ての戦いが終了したわね。マニュファクチャラーは特に白熱した戦いだったにょん。
結局新ポイントの計算にはなれないままだったがな。順位と獲得ポイントが一致しない不平等さはあったけど、デイリタイヤでも高ポイント獲得のチャンスがあるのは面白かったわね。来年の最終戦は、新たに追加されたサウジアラビアで、ラリージャパンは一つ手前の第13戦目となったな。11月6日から開催だにょん。今年の感じだと11月上旬ならまだ暑いくらいだったわね。荷物が減るので助かります。今年も開催のために尽力くださった皆様。スタッフ、ボランティアの皆様に感謝を。素晴らしい走りを見せてくれた全ての選手に感謝を。長時間の待ち時間にも耐え、一丸となって応援した観客の皆様もお疲れ様でした。早いところでは、もうすでに来年に向けて準備が始まっていると聞くからな。そういった方々への感謝を忘れず、来年のラリージャパンも楽しみに待ちたいわね。今から待ち遠しいにょん。それでは今回はこの辺で。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。